ックされてますけど、ああいうところとか、まあ、他のレックさんとかもそうかな、基本的に一般のレッスンで多分ほとんど持たれてなくて、ね、練習されてたりするから、本当にこのがっつりレッスン入ってますっていうコーチで、無料で改定はされているんですけども、まあ、全国に行くと割とつきやすくなるのかなっていうのが、あったし、ただやっぱり結構メーカーさんによっては高い人とかたまにいるんですよ、めちゃくちゃ。まあでもほら、テニスを好きでやられたりするから、まあ、そういう人って可能性も大なんじゃないかなって。ただ、まあ今ね、直接取引、直取はね、テニス、契約体系の違い。試合に出たら、相手のステンシルマークがついてた。はい、自己肯定感上げるテニス講師加藤です。まあちょっとリアルの現場で話題になってですね、なんか一般じゃなくてグレード A と B とか C とかあるのかな、たらなんかその A の方じゃないけども、試合に出たらなんか相手の人がステンシルマークをつけてたって、こう契約の人じゃないですかっていうので、まあ、契約の体系についてですね、まあお客様とお話差し上げてっていう話から、まあちょっとこの契約についてですね、簡単に、僕の知らないところたくさんあると思うんで、まあお話しさせてあげたいと思います。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたします。まあその、ね、お客さんの話でね、あれどうやってさーって、その試合に出てる人とかコーチの人とかって契約つくのっていうのが、あってですね、まあ、基本的に、契約ついて、本当にね、要は契約っていうのは、まあ、有償契約、まあ、無償契約、まあ、年間何本とかあったりするんですけども、はい、細かいのはね、ちょっと難しいんですけれども、まあ、昔はね、割とコネクションだったりとか、まあ、ちょっと知り合いがね、メーカーさん勤めたら、割とね、間口広かったんですよ。やっぱコロナ明けてから特に厳しくなって、やっぱりね、まあ、一番すごいのは、個人の無償提供。だから、僕はですね、全日本選手権の割と、日本のランキング30位切られている方とお話をさせていただいたことがあった、させていただいたことがあったんですけど、まあ、ラケットもウェアも永遠に無料対応だっておっしゃってましたね。ストリングもそうかな。はい。言われて、まあそれが一番で、大体そこまで行き着く人の方が少ないですね。あとは、まあいわゆるですね、年間、まあ1本2本はある程度対応するから、まあこんぐらい売ってくださいとか。最近は売上ベースが多くなってきましたね。テニススクールで、コーチがつけたりするじゃないですか、大きいところ、いろんなところ。そしたらあれは大体テニススクール契約の方が多かったりします。で、ほとんどテニススクールの契約じゃないかな。テニススクールのコーチをしてる人で、選手回ってる人って、そういうところでね、多分いないに近いんじゃないですかね。ほら、ノアさんとかね、実業団とかね、活躍されてますけど、ああいうところとか、まあ、他のレックさんとかそうかな、基本的に一般のレッスンで多分ほとんど持たれてなくて、ね、練習されてたりするから、本当にこの、がっつりレッスン入ってますっていうコーチで、無料で、対応っていうのは、おそらくそのスクールの売り上げが良かった。売り上げが、まあ、良かったら、あとは、まあ、ボールとかをこう契約していると、割とですね、まあ、年間の売り上げからこう順番に、決まっていったりするんですけどね。まあ、そういったのも、あったりするので、まあ、だから大体はスクールが契約を持ってたり、しますね。で、まあ、年間1本2本対応、シューズ2個対応、まあ、どのくらいステンシルつけてよねっていうのが、まあ、大体多いんじゃないですかね。なので、試合中に、まあまあ、でもその方はね、全然、まあ負けはしたけども結構いい試合されたんですけど、まあ、ステンシルがついてるからっていうのは、まあ一般の体系ではそこまで、ビビる、ことはなく、はい、ね、善戦してもいいんじゃないかなっていう、まあ偉そうに僕は言うのもなんなんですけど、っていうのがあって、で、やっぱり、最近ね、こういう、まあ、あんまりね、このチャンネルだからね、まあ僕は言葉選ばず言うなら、おばちゃん、めっちゃ売ってます。だから逆に言うと、そこら辺のテニスコーチよりも、そういった、まあお姉様ね、の方が、待遇良かったりもします。
はい、やっぱり結局売ってなんぼなんですよ。そこのラインってね、最近やっぱりはっきりしてきたと思います。はい、だからそういった、まあいろんなこの経緯があったりするので、ね、なかなかこう難しいところなんですけれども、まあそうですね、まあいわゆるね、本当にこの世界テレビとか、まあ、出てるね、のグランドスラムのまあ予選とかもそういうのがかかるような方とかは、うん、あとは実際にメーカーさんからお金をいただいてるとか、あったりもしますし、うん、まあだからどうやればつくのかっていうのは、まあそこのメーカーさんによって常にですね、まあ改定はされているんですけども、まあ全国に行くと割とつきやすくなるのかなっていうのが、うん、あったし、ただやっぱり結構メーカーさんによっては厳しかったりもしますし、彼が全国出て某メーカーさんはそれでもやっぱ10万、年間で100万もスポンサードはなかったのかな。まあ、それはもう、小学生の、大会出て有名だった子で、うん。10万とか20万とか言ったかな。だから別に契約しなかったって話も聞いたりするし。まあ、といって、そういったね、契約体系が、はい。だから逆に言うと、あら、全然テニス、そんな上手くないんだけど、いわゆるそのね、まあ、ITF の試合はもちろんだし、まあ、ジョップの大会とかもそうですけど、まあ、区民大会とか市民大会とかもね、A クラスとかも上手なから出られてるし、ね、なんかインカレとかインハイとか出られた方とか出てたりするから、まあ、そう考えた時に、そういうレベルでもないんだけどもっても、めちゃくちゃ売れる自信があったら、そういうモニター契約がつけてもらえる可能性が高いです。はい。で、まあ、なんでボールかというと、昔はね、僕、コナミさん、ルネサンスさん、とかもお世話になったし、コルトンさんとかにもお世話になったし、まあ、全部のところが全部そうじゃなかったんですけど、例えばボールをね、まあ、すごいじゃないですか。例えば4面あったら、ね、4面あと、まあ、2面でももうすんごいカゴ、要は大きいカート、いやコストコで買うようなカート2台ぐらいにボールいっぱい、それを、まあ、2ヶ月に1回買えるでしょ、6回でしょ、相当な売り上げになるわけですよ。それこそもう、ね、あとはその大きいスクールさんだったら、もうラケットだけでも、もう下手すりゃもう100本近くね、年間では簡単に行くし、1メーカー100本とかだってあったりするんじゃないですかね。そうしていくと、自然とスクール、だからボールがなぜかいいかと、ボールの消耗もいいんだから絶対変わるじゃないですか。だから、例えば、某お世話になったテニススクールさんはブリヂストンのボールだった。で、某のところはダノップだった。まあ、ブリヂストンは今ね、ラケット、テニスからは撤退されてますけども、そうなった時に、まあね、つきやすい。やっぱこれなんですよ。どんだけ売り上げがあって。まあ、だから逆に言うと、プロとかプロ一歩手前の選手とかでついてたりするのは、まあ、期待値もそうだし、露出度が高くなるじゃないですか。そういう意味では、やっぱり、ね、無償対応はもちろんだし、ね、このフィーが出てきたりっていうのは、日本は割とその世界をね、基準で考えたら、つきやすいと言われました。外国のコーチに。はい。だからそこら辺でやっぱりこう、つくつかないってあるので、だから逆に販売能力高い人とか、たまにいるんですよ。めちゃくちゃ。まあでもほら、テニスを好きでやられたりするから、まあ、そういう人って可能性も大なんじゃないかな。ただ、まあ今ね、直接取引、直取はね、なかったりするから、問屋さんを挟んだりすることも多かったりもするんですけども、そういうのも、うん、つくと思うし、やっぱり当たり前ですけどね、売ってなんぼだったりするので、逆に言えば、まあ厳しいメーカーさんとかだったら、全然ラケット売れなかったら、もうコーチの契約、普通にね、切ったりしてます。コーチモニタ契約狩りっていうのが、コロナのあたりで、はい、流行じゃないですけども、うん、にしてたので、そういったのでね、結構ね、昔はもうどんどん出てたんですけど、厳しくなってくるんで、まあ、そういった意味ではね、すごく、はい、難しいところではあります。はい、人脈とコネクション、そして実力を駆使しながらですね。まあ自分はどっちの方かで、また話ずれちゃいましたけど。はい。だから、まあラケットね、ステンシルがあったからって言っても、ワンチャンいける可能性もあったりします。はい。まあその初めからちゃんと話をね、聞いていただければ、まあなんとなく理解できたかなと思いますんで、はい。もしよろしければご参考いただければと思いますし、ね、逆にね、なんで、
まあ、こうした人が、ね、なんであの人に契約ついて僕に私につかないんだろうなとか、まあ、モニター契約だったりもね、でも年間2本シューズ2個2足とかでもありがたい話じゃないですか。やっぱりね、販売能力、それかはまあ大きいね、ところとこうコネクションを作る。で、まあ売り上げが一番早いと思います。はい。といった形ですね。取り留めもないお話だったんですが、これを上げてくださいということですね。上げさせていただきました。これでよかったでしょうか。はい。こちら、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。頑張ってね。バイバイ。